門倉領域木造、門倉領域は、戦国時代から江戸時代初期にかけての京都の豪商、忌川光義、朱印船貿易の開始とともに、安南国との貿易を行い、山城の大井川、高瀬川を資材を投じて改作した。また、江戸幕府の命令により、富士川、天竜川、庄内川などの改作を行った。地元京都では、 商人としてよりも琵琶湖疎水の設計者である、田辺北郎と共に、水運の父として有名である。長男に、門倉祖安、弟に、吉田荘誠。吉田光義吉は一族にあたる。墓所は、京都市佐賀野の二村院。明治四十年、聖五位を追贈された。門倉家の本生は、吉田氏。先祖は、宇田大見源氏佐々木氏の分家である。元々は、 大見国愛知群に吉田村出身とされ、室町時代中期に上落し、室町幕府を抱えの医者として勤めた。その後、医業で得た財をもとに土葬を営むようになる。領医の祖父、吉田宗忠は土葬業は長男に継がせ、次男に医者を継がせた。この次男、吉田宗慶が領医の実父である。道書にある日本酒の酒蔵である岡村本家を経営する岡村家は、 門倉家の一族である。門倉家は、茶屋、四郎二郎の茶屋家、後藤正三郎の後藤家とともに、家の三長者と言われる県政を誇っていたが、他の荷屋が、徳川家康に接近することで急成長したのに、対し、門倉家はそれ以前より成功していた商人であった、ところが異なる。門倉は運営していた土壌の名前の一つから取られた、ものである。子孫に、 門倉がどうがいる。小二回で明治末期に天然痘撲滅のために支配人山田三七郎と共に愛好者を運営、落農の発展に寄与した。後に明治乳業に買収される。ありがとうございます。